皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もストレイ遊んでいきましょう。さあ前回に続いて、ホームから託されたトランシーバーの設置任務、これを攻略中です。で今回このザクの巣になっているネココーポレーション、こう進んでいく。これ絶対たくさんいるんだろう。早速いる。とりあえず交渉、これへと登って、登るとかじゃない、普通に来たピョーンつって、ここじゃないの、よし。でここ見るね、ちょ4度に行って、ちょ待って、それなんか回り込むのやめて、本当にこうだ。いやここまで来ない、よし。これはそこだね、ちょ待ってな、そこに向かうためにはこう来て、そこだね。お、あほらこんなところに、これメモリーね、猫。猫コーポレーション、ずさんな狩りの落とし前をつけてもらわないといけません。上層のゴミがスラム中に溢れ出し、その解決するために彼らはバクテリアを開発しました。人間が消え去った後、バクテリアは突然変異を起こし、ゴミ以外のものまで食べ始めたのです。それがザークの正体です。行きましょう。そっか、もともとそのプラスになる生物だったバクテリアね、これを吐く、よし置き去りにして、全こっちを集合させてからのこっちで、閉める、はい、早く閉めて、よし。ここにで、そこの鉄骨かな、違う、そこの鉄骨じゃない、ほらそこね。もうちょいこうか、ただそこに行けないとなると困ったな。この細い、これね、これがいけないんだ。となると、あ、はい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 、なるほどね、開けるのか、閉めるんじゃない、こうだ、開けて私はドラム缶して、こう来てこうね、よし。これこうね、よし。はいはい、そこにレバーが見える、これね、これどうなるんだ、引くしかない、はい。でこうなる、耐えろと。ちょっと待ってよ、リッチが、これひたすらぐるぐるかな、周回していくと、落としていく、よし、振り落としていく、そんなに減ってね、こっちじゃー、あーまずい、ちょっと待ってね、これまずいぞ、セーフ。でこれでどうなるの、なんか早く開け、もう早く開けようよ、それ。これでどうなる、開いた、はい、あたたたた、これこれこれどうなってんの、こうちょジャンプして入ると、こうね、おし、危ねえ、危なかった、さらばだ、
ザークちゃんという。このフィギュア欲しい。あ、可愛いな、なんかほら。必死こいて、張り付いて、たら。多分これマダニかな？モチーフ。クマムシプラスマダニかな？この椅子を使っているわけではない。おい、ちょっと待って待って、今何すか今の。ちょっと、おい。え、てかこれ戻ってきてんじゃん。ちょっと。これひどくない？そう、このロード画面ね、これグルグル言ってます。再びこっから。今の自分絶対悪くないよ。頼む。よし。ただ、これで開かない。これで、こう。よし。そしたら、ここら辺だな。どこ？このアンテナに置く。どこ？これね。はい。はい、でのこの町の正体、この町全体がねめちゃくちゃ大きいドームシェルターだったんだ。そう、この星もねなんか円形に並んでるなと思ったら星じゃない。で、もうね、いなくなってる。見てください。メモがあります。小さなアウトサイダーさん。もし君がこれを読んでいるなら、君はまだ生きているということだね。やったね。僕はバーに行って、ある装置を使い、アンテナの感度を上げている。こちらを。窓をロックしたけど、解除行動は簡単。わからない。大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう、モモ。入り口近くの窓のコードだよ。レッツゴー。と、これはその仲間ね。ほら。ちょっと邪魔、B ちゃん。クレメンタインとバルタザール、ドドック。これはロックされてる窓です。コードは。
うん、H だった気がします。全然違うじゃん。音を間違えました。もう一度やってみます。O だったか ?O だったか桁が違うんよ。こうだったかな。入力成功。できました。ももがバーで待っています。これで、バーだ。はい。猫ジップライン。そこ、ほら、下。そう、はい。よし、下。そう。よし。いや、ふわふわさん。見てよ、シグナル受信したよ。さあ、で向かうのはシークレットラボ。と、ちょっと待ってね。ほら、バーテンダー。今月のベスト従業員。9月、で、生理期は不明。てか、このロボットってね、親とかいるんだ。血統とかね、家族っていう概念がある。シークレットラボ、あ、タバの路地裏かな、違う。ここ普通だな。
まあ予想はしてたけど、新物にとっては辛い状況だから、もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイデアがあるんだ。勝手に入れと。こっから行けと。ドクのノートを持ってシーモスに見せてよ。たくさんの情報が食料法になればいいのだけれど、モチブさん、シークレットランボを見つけて、僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。行くぞい。シークレットランボ、ここじゃないの？これ何をしてるの？言っただろう。野生のを取るのは自殺行為だって。そっとしておいてよ。ただほら、これを見るんだ。これ何？待って、これパパの？わ、知らなかった。アパートに隠し部屋がある。どこに？ここら辺っていう感じじゃない？あったー、スイッチがあった。超たまたまです。他は？ちょっとこの思い出のこれを思い出のこの裏にパスワードがあった。これもたまたまです。え、お前気づかなかったの？これ知ります。ポンコツか。こんなところにデジコードがあったなんて気がつかなかった。どうしてだろう。パスワードなんて全くわからないよ。パスワードがあった、ほらこれだろう。時間が真実を告げる。ということはそれか。これね、多分2511。お前この時計使ってないんかい。ほら。新聞かな。ロボットニュースヘッドライン。残酷は制御不能になりました。金属製品も食べるようになりました。ということは、マチモク。これはディフラクサーの設計図。コンセプト、光ベースのハンドガン。プライオリティで外観サイズ、デシベル放射。プライオリティ以降、実環境でのテスト。当目標、1秒につきザク20匹破壊。そんなに殺せんの？と、そこに行ける？ということは、これか。はい。というわけでもない。いや、トラックだって。で、これでトラックはね、待って、思い出した。これはパパのトラッカーだ。パパいつもトラッカーを使って僕はどこにいるかチェックしていたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。パパがまだ生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すごくパパに会いたいよ。残響の武器は必要だよね。パパは確かに持っていったよ。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどっかに直せる人がいると思う。
こっちに来て、ドアを開けてあげる。え、これでその修理屋さんは、そのヒントは、頑張れっつってる。修理屋さん、機械いじり、今のところいる？機械いじり、桃くらいじゃない？それこそ。これで一旦、帰還かな？あ、と、エリオット。なるほどね。彼ならば、やれるかも。開けろー。よし。どうだ、プログラミングオタク。わお、すごいトラッカーですね。トンヒマの BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか？直し方はわかるのですが、こんなに震えてるとキーボードを使えないのです。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。新型のあの某ウイルスじゃない。こんなに震えていては作業はできません。毛布があれば震えが止まりトラックを直せるかもしれません。さあ、これでもしかしてポンチョなのか。どこでこれを見つけたのですか。すごいです。あのおばあちゃんにね、編んでもらったよ。試させてください。もうグッバイフレーです。作業はできます。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。どれどれ、こうアップデートして、こうこうして、じゃーん。早いな。できました。おちびさん、探してる人をトラックできるといいですね。さて、で、これで、再び帰っていく？ちょ、待って。開けろよし。しかし、この猫本当に万能だな。そこら辺の人間より万能だな。あ、多分こっち行ったらか。これがその下水道ルートか。こっちね。そこなんもないんだ。ほれ、直してきたよ。直ったの？直ったんだね。すごい。こっちに持ってきて。ピングの音があった。パパ、まだ生きてるってこと？信じられないよ。ドラッカーの指示に従おう。パパがいた場所がわかるかも。これで、ほら、絶対の路地だろ。あそこ本当に何もないんだ。ちょっと先導しようか。こっち、こっち、こっち。いや、それかこっち、これか。すいません、これでした。すいません、調子に乗りました。ここね、間違いない。パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。
で、この月星同の入り口、ここから始まるパパ探し。じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ストーリーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。